どっちがこっちが高いですね。こっち行くですね。プロメの端がここですよね。ここですね。ここも今書いてますよね。本来僕だったらここから書くんです。わかります？ここから書く。もうここ書かない。で、こう入れるところですね。ここを、下をできるだけ、ちょっと太めにします。ちょっとこういう風にしていいですか、ね、そしてここのバランス、ここはいいですね。ここをつなげていかなくてもいいです。で、ちょっと前がちょっと細いですね、見てるとね。ここです。太まったでしょ。わかります。そしたらちょっと下がったイメージなんですよ。僕上取ってないんですけど。で、今度はこの上、ここですね。上や、ここを強調する。わかりますね。上を強調して、上からこう。同じように、ここから、こう返し。少し、この上を意識してもらいます。つながってきませんか？ちょっと先を。長さ的に。一緒ぐらいになってきたでしょ？で、前頭の方へもうちょっとお腹入れていく。ちょっと待って。で、お箸立ってきたでしょ。そしてこれ今形はこちらの方がストレートで、こちらにちょっとラウンドに少しなってるんで、こういう時にここを丸く、この時ペンでやることだからなかなかできない。こうしてブラシで描いてみる。で、太めに描いていくと、こことここがつながってきて、どうですか？全然違うでしょ。それから、このペンでこういうとこ取りやすいんで、ラインにちょっと強調してこちらも。で、あとはですね、ノーズシャドウですね。こういう風にして、ノーズシャドウね。これが今ここをこう見てます。この下をここです。こことここに出ます。わかりやすい。それから、